皆さんこんこンン今日はえー、っとローンチガイドのパイプスについて話したいと思います。ローンチガイドはえー、っとこのビルダーを決意してじゃあどうやってあの自分の活動をやっていけばいいかっていう具体的な活動法について書いてあるものです。 で今日は特にあのパイプスについて話したいと思いますその前にあのローンチガイドについて少しあの大まかな説明をします2ページと3ページに書いてあるんですけれどもローンチそのエリートを達成するためのロードマップになりますであなたの成功はあなた次第ですあのリーダーがとかチームがとかではなくてあなた次第になりますで えっと成功のプロセスこのパイプスとかっていうねプロペスプロセスを信頼することが鍵になります。でじゃああのパイプスパイプスってえっとまあ日本語で言うとあの水道管のことなんですね。でえっともし水道管のこのこ 水汲みとかの話がこのビルドガイドに載っているのでそれをもう一回ご覧くださいねそして水道の蛇口をひねって水道管を築くことでその水道管がから水が流れていきますそしてその水道管から水が流れることをドテラのもので言うと収入が こう流れていくというか収入につながっていくっていうものになります。でこのパイプスが、えー、と何かというと今ちょっと縦にこれも書いてあるんですけど P がプリペア準備になります。I インバイト招待ですねクラスに招待をする。そして、P、が、まあ クラスじゃなくてもいいですよ1対1でもクラスとカウントされるのであの皆さんのイメージしているもう何人もとかっていうものだけではないんですね。でもう一つの P, P が2つあるんですけどここの P はプレゼンテーションつまりクラス、えっとまあ、クラスだけじゃなくて1対1で話すときには登録に導く話をすることになります。 あの登録をサポートしていきます登録の仕方を実際にあのサポートしていきますねそしてその後にそにチームの人たちが、えーとこれまあ、いろんなサポートがあるんですけれども例えば、えー、と登録をした後のリブガイドをやるとかあのでその人とかまたシェアができるようにサポートしていくあるいは他のチームの方の,あのサポートも、まあ、あるんですけれども。 えっと、招待をして登録に導くその話をしてそしてエンロールあの登録そして、えっと、サポートこの人がそのちゃんとドテラライフができるようにサポートまずしていくあるいはシェアができるようにそして招待がクラスに招待ができるようにサポートしていくいろいろありますね。でなのでこの3つ特に鍵になります。 招待ができないと,、えー、とクラスに招待ができないとそれをお伝えすることができないんですね。でクラスに招待してお伝えできないと登録に導かないのでそのパイプスその水道管が滞ってしまうってことになります。なので、えー、と私は、えー、と今どのようにやってるかというとえっ、ー、とですね はいえっと、そのオフィシャルサイトの中にサクセスこのキットじゃなくてそういうサクセスガイドの,あのものが冊子がこうダウンロードできるところがあるんですけどそこにツールズライブラリーっていうのがあってこういうワー,ワークシートみたいなこう,こういうのがあのいっぱいあるんですけれどもその中にサクセスチェックインっていうのがあります。えー、っとこれは えと成功の体験を喜び評価しましょうとかあなたの,その今のランクで短期目標、えー、と長期目標とかあのパイプスもこういうことをやったらいいですよって具体例があのチェックする項目がありますでこれであのあ例えばねあ私は今週よく頑張ったって言っても、えー、とプリペアだけ頑張る人もいます あるるるいいはサポートだけを頑張る方もいるんですねそうすると偏っているので実はパイプラインこの水道管は詰まった状態になるんですここができていないのでなので、えっと、バランスを見るためにそして本当にそのチームを構築をするために、えっと、どこを自分があまり時間をかけていないのかできていないのか で,できていないのかっていってこうネガティブになる必要ないですねえっとどこを見直したらいいかっていう前向きに客観に知識できるようにこれが準備されていますで点数を数字をつけることであここの部分が少し弱いのでこ今日はここをやろうとかっていうふうにあの評価することができますで私はあの100均の,あの3冊で100円のこのちっちゃいノートをあの使っています チラッと,ちらっと <laughs> あのそのパイプスって書いてじゃあそのプリペアのところは具体的に何をしたかとかあそうですねこちらになります、えーと。これをこういうふうに、まあ、ノートにね書きます。 えとプリペアのところは自己成長っていうところがあるので「人を動かす」の本をあの読みました30分読みました、まあ、それ以外にも例えば「パイプスの活動のための時間を確保する」ってスケジューリングをするあのこともあの書かれていますとかあのこ,っちここにはその、えー、と友達にとか、まあ、A さん B さん C さん D さんにクラスの案内をしましたとか。 でその中で今日は C さんが実際に3人にやりましたとか昨日も報告があったんですけれどもあこの人をちょっと赤くチェックしてこの人はあのクラスの案内をやったらこうシェアしてくださる人だなっていうふうにあの分かることができます。でこれをやり始めた時ってあのまだインバイトクラスに招待の段階なのでプレゼンテーションの 段階ででではなないいいのでえっ、ー、とここが空いててももう全然問題ないですだからこそここの準備とかあの正体をやろうっていうふうに見通すことができるんです。でこれを私は毎日あの見ることで意識を高めることができます。どこに力を入れて何をすべきかっていうのをいつも考えることができます。でえっ、ー、と最初のうちは えとプレゼンテーションとかエンロールはあの自分自身でやらなくてもあの大丈夫です、えーと。全部やらなくても大丈夫です。あのクラスの一部を教えたりあのプレゼンテーションの改善とかっていうのはまた次のステップとかでもあるので、あのー、これはプレミアなんですけれどもそのっ、えー、とに例えば。 シルバーとかあプレミアとかシルバーを目指すっていうところでプレゼンテーションの改善だったりとかあのそういうのもあるのでここでは、えー、とここに書いてあるクラスで教え伝えるそして招待者の招待者のイベントの参その参加人数をあの数字にするとかっていうところがここの方になるのであのまあでも大きくその パイプスっていうものが何かっていうのを知っておくとすごくいいと思います。でここをやってあの登録までは導けるけれどもうまくそのリワードの,あの定着がないとかあのそういうのがあればここがうまくできてないとかっていうのに見ることが分析することができます。でやっているつもりであると思うんですね。 で、やっているつもりだけど、なかなかこう、パーブスリーが構築できないとかっていうのがあれば。チームの自分のリーダーさんの中で、この人のクラスにで学びたいとか。その、その方のクラスに行って、よく学ぶといいと思いますね。どのようなやり方をしているか。あので、どんな話の流れを持っていっているのかとか、あの、を学んで。 見るのもいいいと思います。あるいはそのもちろんナチュラルソリューションズであのしっかりやっていくっていうのももちろんあのいいですけれどもなのでとにかくこのやっているつもりと実際にできているかどうかはリーダーさんに確認してもらうのも大事なことだと思いますもししっかりできているのであればあの必ずしっかりとしたパワーオブ3を構築することができるのであのまず 自分が届こうっていたら、ここに立ち返るってことをやるといいと思います。皆さんを本当に心から応援し、サポートしたい気持ちでいっぱいです。いつもご視聴ありがとうございます。もしあの皆さんの少しでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録、そして励みになるので、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。